はい、どうも、トバキです。今日はね、ポコちゃんの、僕のファミリーのね、りょうくんと、スピーチをしていきたいと思います。どんな対決になるやな、リアタイ久々やな。広島東洋カープ対阪神タイガースのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはカープの先発森下。西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。はい、森下君、ちょっとすごいピッチャーやな。152キロ、打ちました。いいプレーされた。バッターは2番に入っている山田。森下、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは森下、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをタイガース打線が、変化球できました。打ちました。やばいな、これ。さあ、これからタイガースが守備につきます。そしてバッターは西川。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。これが初球。やばい、ヒットや。狙っていって空振りです。低いところへ決めてきました。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている菊池。則本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。アウトコース、ストレートが決まっています。155キロがいきなり出ました。これはバットが及びます。ノーボール、2ストライクです。インサイド、打ちました。打席には3番バッター長野。ツーアウトランナーありません。さあ、初球は何か。緩いボール、決まりました。スライダーが決まります。ノーボール、ツーストライク。さあ、3球目は何か。変化球で空振りを取ります。スリーアウト、チェンジ。2回表に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックスには4番大山。タイガース、得点に動きはありません。0対0で迎える中盤の攻撃です。さあ、2球目は何か。ライト方向を流しました。正面か。打ち返した打球はライトへ。バッターは5番太田。それと1本したいな。まずは先頭バッターを打ち取っています。まあ、古いボールがコーナーに決まります。ストライクです。ちょっと打てそうな気がした。次が2球目。それと早い。打ちに持ってきました。打ちました。レフトに強い打球。ヒット打った。ナイスバッティング。得点の。さあ、そして打席には中田が入っています。続けて期待できるバッターに回ってますね。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、この辺りで均衡破り、一撃が欲しいですよね。このカーブがね、ゾーンに入ってきたら。インサイド、あー、しかった。さあ、そしてバッターボックスには北条が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。ストレート打った。失敗した。ちょっと一本打ってんけどな。2回の裏になります。さあ、カープ、この回は4番から始まります。鈴木が打席に入ります。タイガース、得点に動きはありません。あ、これやばい。0対0です。初球ボール、外の低めです。次が3球目。落ちるボール、ワンボールツーストライクと追い込みました。見逃して三振になります。まず一つアウトを取りました。バッターは DH。
好きなの背番号51時代ドリモン、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。バッターボックス松山、2アウトランナーありません。インサイド決まっています。154キロがいきなり出ました。高めギリギリです。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。カム3回に入ります。タイガースの攻撃、8番バッターはキャッチャー梅野。タイガース得点に動きはありません。0対0で迎える最後の打ちました。レフトに大きな打球。バッターボックスには指名打者の後藤、ピットでランナーを1塁に置いています。1塁か、1塁か、やばいな。ゲッツー、あ、ゲッツーだな、ここまた。さあ、そして打席には柳田が入っています。ここは高打順ですか、勝負どころですよ。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、1打先制のチャンス。まあ、この試合お互い譲らない展開ですから、こういったチャンスは大事にしないといけませんね。なるほど、そうですよね。ボール球やったな。うわー、しくったホームランボールやった。かさあ、これは外れた。セカンドランナー、うわー、走った、やられた。これから3回の裏、7番から始まるカープの攻撃、バッターは阿部。タイガース得点に動きはありません。そこから打った。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている相澤。ドリモン、まずは先頭バッターを打っています。これはすっぽ抜けました。変化球タイミング合いません。ノーボール2ストライクです。ふわふわっと上がった。バッターは9番に入っている田中。2アウトになっています。この回のドリモン4球で2アウトにしています。低め打った。特別延長、回は4回の表、タイガースの攻撃、続くバッターは山田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。タイガース得点に動きはありません。0対0で迎えランナースタート。うちのボール打っていった。シャーセーフ。さあ、そしてバッターボックスには福留が入ります。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、このチャンスは逃したくないですから、ここで得点してしまいたいですね。なるほど、そうですね。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。3球目は何で来るか。今のはバッターよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール、ストライク入りません。併殺狙い、インコースに攻めてきました。さあ、5球目は何か。外、3ボールなしながらフルカウントまで持ってきました。6球目は何で来るか。外れてフォアボール。さあ、ワンアウト満塁。ここは外まで飛ばすのがいいけど、フライは打たないといけないですね。ストレートは当たらない。そうですね。変化球打った。あー、ホームヘッズや。さあ、悔しい。ホームヘッズや、やられた。カーブ4回裏の攻撃になります。さあ、打順は1番に帰ります。バッター西川、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。タイガース得点に動きはありません。変化球打った。いや、これやばい。さあ、そして打席には菊池が入っています。嫌なところに入ってましたね。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、ピンチは続きます。あ、投手かも。合わせに行きましたが、空振りです。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。しゃー、三振。ここは投げ勝ちました。怖え、怖え、怖え。
コースですが外れています。フォースコースに投げないと怖いな。空振り、落としてきました。あー、ちょっと大きく外れてボールです。怖いな。4球目は何で来るか。外側打った。 OK、 さあ、どっちが勝った、どっちが勝った、チャンスは作りましたが、さよならには至りませんでした。勝った、俺勝ったけど、ゲームは引き分けながらも点数入れて0対0か。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。またね、普通に点数入るような勝負したいな、これね。うん、はい、ってことでね、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。